有天寺駅は東京都目黒区有天寺2丁目にある東急電鉄東横線の駅である。1927年8月28日に開業した。駅番号は TY04。相対式ホーム2面3線の高架駅である。上下ホームの間にプラットホームのない通過線がある。両、ホームとも地上1階の改札口と階段及びエレベーターで連絡している。 長らくトイレは改札内にはなかったが、2016年7月31日に設置された。なお、ロータリーに面した駅東口に公衆トイレがある。ホーム、線路の元は商店等になっている。かつては定期券売り場が設置されていたが、現在は廃止されている。また、東京メトロ副都心線との相互直通運転に伴う東横線。 港未来線改良工事に伴い、当駅に有等列車の通過線を設置した。また、有志のサイトに記載されているものでは、駅施設や上下線両用の通過線を設けることが書かれており、スケジュール案としては、2012年度中に用地買収と事業説明会を行い、2013年度に工事、説明会を行った後に、2016年度までに、 改良工事を行うことになっていた。その計画通り2016年から2017年にかけて改良工事が行われ、一部ホーム幅を狭めて、上り線ホームを渋谷方面に若干移設、また上下線の間隔拡張によりそのスペースに通過線を設置した。通過線は2017年3月25日のダイヤ改正から共用を開始した。当駅。 渋谷より高架下した及び隣接地において駅ビルを建設し2018年10月1日に開業した。2020年度の1日平均乗降人員は23,296人である。ここ数年3万人前後で推移していたが2020年度は新型コロナウイルス感染症の流行の影響もあり乗降人員が大幅に減少している。 当駅周辺は学校施設が多く集まっているため学生の利用が多い。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は下記の通り、駅高下下の商店の中にスーパーマーケットがある。その他商店が駅から放射状に続いている。東口は小さなロータリーとなっていてバス停がある。ありがとうございます。